では、名古屋区の由香でございます、今日はですね、腸改造顕微鏡で細胞内ナノイメージング診断というタイトルで発表させていただきます、ちょっと時間を押しているということで、なるべく足早に進めさせていただければと思います。私の方はですね、いろんな今日顕微鏡のご紹介あったと思いますが、光学顕微鏡をターゲットにしています。もう光学顕微鏡はですね、小学生の頃から使うというものでして、歴史もかなり古いものです。1700年からスタートしております。ちょっと見にくくて申し訳ございませんが、で、いろんな顕微鏡はこの光学顕微鏡できてまいりました。で、今日ご紹介する超解像顕微鏡というのはですね、この3つ主に、ちょっと原理が違うものですので3つ紹介させていただきますが、1990年ぐらいに開発されたもので、歴史的には非常に新しい顕微鏡と言ってもいいかと思います。で、ここにコンフォーカルと書いてある、これが狭小点顕微鏡でございますが、そこから派生しているものです。で、測定対象に分けていますが、このブルーのラインが超解像顕微鏡ということで、現在においてはですね、生命科学の分野に主に使われると期待されておりまして、今日ご紹介させていただきたいと思っています。で、この原理がですね、非常に優れているということで、2014年ですね、ノーベル化学賞を受賞されました。アメリカとドイツの方とアメリカの方の共同チームでノーベル化学賞と受賞されておりまして、まさにこれまでのですね、光学顕微鏡の問題で、ね、先ほどから指摘もありましたけれども、解説限界をどう超えるかと、やはり光の波長以下のものをどう見ていくかというところをですね、突破したのがこの超解像顕微鏡になります。で、やっぱり光学顕微鏡のいいところはですね、やはり解像度は少し捨てるところはあるんですが、生きたまま捉えられると、これは非常にですね、生物の対象にとっては大事なポイントかと思います。で、どんなものかということをちょっとご紹介させていただきたいと思いますが、これは我々が持っているニコンさんの顕微鏡でございまして、こういった形でですね、レーザーが外に出ないように、こういった形でですね、囲われていて、なかなかちょっと培養システムをまだ組み込んだような新しいものはまだ開発できてないんですが、こういったものがですね、名古屋大学に置かれています。で、ちょっと後で便利は紹介しますが、シムとかストームが取れるものになっています。で、あとはですね、蔡さん、ちょっと写真で申し訳ないんですが、同じものが名古屋大学にございます。この蔡さんが出している超解像の顕微鏡、これも先ほど後で紹介しました、シムとパルムが取れると、こういったものになっています。で、あとはですね、もう一つ、ライカさんが超解像の顕微鏡を出していまして、それは狭小点顕微鏡を原理とした、ステッドと言われるものですが、それも名古屋大学、我々の研究室に保持しておりますので、今開発されている顕微鏡、超解像顕微鏡すべて有しているということになります。で、先ほどからですね、顕微鏡のスケールでございますけれども、細胞を対象にしたものからですね、その中の、オルガネラ、いろいろございますが、どういったところをターゲットにするかというところでございますけれども、今までのですね、光学顕微鏡、従来の顕微鏡においては、光の波長の限界がございますので、これぐらいがターゲットだったと。で、やはりですね、解像度においては電子顕微鏡には当然劣るわけですが、電子顕微鏡はこのあたりまで十分解像度を出すことができると。で、じゃあ超解像顕微鏡はどのあたりかといいますと、その間を埋めるような形でですね、開発されたものでございまして、なんとか生きたままですね、捉えられるというのが、この超解像顕微鏡の売りかというふうに思います。で、ただですね、超解像顕微鏡も一つでございませんで、3つの原理から開発されたものがございます。で、それぞれやはり何もそうなんですが、長所短所がございますので、その対象によって使い分ける必要がございます。で、詳しい原理は組織だけ後で示すとしまして、どういったものの違いがあるかというのを見ていきたいと思います。で、まず XY の分解量と Z 軸の分解量で、青が一番優れているという意味で色分けさせていただきます。で、黄色は真ん中、赤は少しこの中で劣るという形で色分けさせていただいてますが、これをパッと見る限りですね、これ解像度高いなと、分解量高いなと、じゃあパルプストーンも使おうと、こうなるわけですが、ただこれだけ見ていたんでは、他のですね、こういったところの、それぞれの、整数が違いますので、どう使っていくかということになるわけですが、このサイズ感をちょっと出しますと、これが今までのですね、狭小点顕微鏡のですね、サイズ感だと思っていただければいいですが、ステッドですと XY 軸方面の分解量は高いですけど、Z 軸が弱いとですね、ただ芯は全部網羅しているんだけども、少し XY 軸方面の解像度が弱いと。パルムは優れているんだけども、実は、接している面
要は底面っていうかですね、設置している底面しか取れないとか、まあ、こういったそれぞれの特徴がございます。これをまあどう使い分けるかというところが非常に大事なことになるわけですが、あとは速度ですね、せっかく解像度取れるんだけどもすごい時間がかかると、そうするとやはり生きているものが死んでしまうといったところも出てきます。あとは単色で取れるか、複数のマルチで取れるかとですね、マルチカラーで取れるかとか、あとは蛍光試薬が限定されるとかですね、まあ、汎用なものを使えるとか、まあ、いろいろありますので、まあ、取りたい対象によってですね、ご相談いただければいいかというふうに思います。あとは観察深度とか問題もございますし、あとは対策ですね、まあ、これは測定の時間にもよるんですが、まあ、こういった間違いが出てきますので、まあ、これらをですね、鑑みて、まあ、測定の方法を分けると必要が出てまいります。でまずは、1つ目のですね、SIM の方法ですね、まあ、これについて簡単にご紹介したいと思います。で、まあ、基本原理はですね、説明していると大変になりますので簡単にお伝えしますとですね、まあ、こういったですね、モアレパターンという方法を使うと。で、まあ、逆フーリエ変換とかですね、まあ、そういった形を使ってですね、数学的な手法を使って、まあ、これまでの従来の強焦点の顕微鏡の解像度をそれぞれ2倍ずつぐらい良くしたというふうにご理解いただければいいかと思います。で、ニコンさんが出している SIM と、あとカールサイさんが出しているということを覚えておいていただければいいかと思います。で実際にどんなものが取れるのかというところの方が ご興味あられるかと思いますので、まあ、我々の研究プラスですね、今の最先端の研究内容についてご紹介したいと思います。でこれはプロナスに出たデータでございまして、これは大腸菌なんですが、まあ、きれいにこのような形で取れます。電気で取るとこういった形ですが、で今回この超解像で何を見たかといいますと、RNA ポリメラーゼのですね、発現を見ています。で実はその違いがですね、非常にこう整地して存在しているものと非常に動くものと、まあ、こういったものがあるよというのをですね、見極めていこうということで、測定しています。まあ、この辺の詳しい、結果はですね、まあ、ちょっとおきまして、実際にこれらをですね、超解像で見た結果をご紹介したいと思います。で、これが超解像でですね、XY で平面で取ったものを Z 作で取りまして、3次元化したものになります。ちょっと明るいので見にくいかもしれませんが、赤い部分がですね、RNA のポリペラーゼを GFP で染めたもの、赤く疑似カラーで染めていますが、青が DNA になります。で、まあ、そういったものをですね、ソフトを使うとですね、3次元化したものをこうやってムービーで動かすことができてですね、細胞の方にいたずらをしましてですね、出てくるエクソソームが、まあGFP を発現するようなトリックを仕掛けまして、それをですね、ちゃんと出てくるエクソソームを確認できるかというところを見ています。ちょっと小さくて見づらくて申し訳ないんですが、発現してくるエクソソームをですね、こういった超解像顕微鏡を使って細胞内で確認することができると、またこれが外に吐き出されると、そういったものも確認できるというわけです。で、たくさんちょっとトピックをして申し訳ないんですが、あとは、先ほどから話のネタにもなってますが、ウイルスですね、これも非常にエクソソームと同じようなサイズ感で大事なターゲットになるわけです。で、まあ、その中でも B 型肝炎ウイルスということで、今実はプロジェクトでこの B 型肝炎ウイルスですねの治療機構と、こういったものを解明しているわけですが、で、まあ、C 型肝炎はかなりですね、薬もできまして、治療効果というものが上がってきていますが、 B 型肝炎は実はあまりよく分かっていないと。それをですね、日本でなんとか新規の創薬を作っていこうということで、プロジェクトが動いているわけですが、まあ、そういったですね、 B 型肝炎のウイルスを、あんまり、はっきりとは言えないんですが、蛍光をラベル化いたしまして、特殊な方でラベル化しまして、それをですね、がちゃんと細胞内に感染するかどうかというのを見た結果です。これによってですね、例えば薬を投与するとどれぐらい感染しないか、要は細胞の中に取り込まれないかと、まあ、そういったものを数値化したりですね、取り込まれた後ウイルスがどう動くかと、まあ、そういったものを見ていくことができるわけです。まあ、時間にもよりますが、動画で撮れると、生きたまま撮れるというのが、この超解像顕微鏡の売りかというふうに思います。で、ここまでちょっと SIM の実際の結果も示しながらご紹介したんですが、いいところはですね、早くデータが取れるということで、もちろん1枚取るのに約1秒ぐらいで取ることができます。まあ、ただ Z 作を取るとその分枚数たくさんありますので時間がかかるということです。で、まあ、多色の超解像イメージが可能というところですね。で、1枚取るのに時間が早いですので、3次元画像取得も比較的容易だと
というのが、こちらの売りかというふうに思います。で、次なんですが、こちらのパルムの方に関してもご紹介したいというふうに思います。でこちらは解像度がいいんですが時間がかかるというのが先にお伝えするポイントですけれども、測定原理はですね、ちょっと置きまして、非常に超解像性能を持っているということになります。でただし特徴的なというかですね、少し、一般の蛍光色差は使えませんので、特別な蛍光色差が必要になってくるということになります。あと画像取得にですね、SIM以上に時間がかかるというところが難点になります。で、実際どういった結果が得られるかということなんですが、これはサイエンスのアドバンスに出たデータをちょっと紹介したいと思いますが、これはですね、視床筋ですね、がどう、細胞が増えていくかというような結果を見た結果なんですけれども、これ実はですね、このように、そういった視床筋、糸を伸ばしていくということは言われていました。過敏みたいなものなんですが、それがどう伸びていくかというのはですね、教科書的にこのように書かれていたわけです。で極性マーカータンパクというのがですね、視床の糸の先の方に行きまして、で微小管とともに行ってですね、これがアクチンケーブルをですね、伸ばして、でそれをもとにですね、こういった極性マーカータンパク質がまた横に広がっていって、でさらにどんどん伸ばしていくと、こういった教科書のですね、絵があったわけですが、本当にそうなのかというのをですね、見たというのが、次の結果になります。で、こちらなんですが、これ動画なんですけども、それぞれちょっと見にくいかもしれませんが、緑がですね、微小管です。赤が、極性マーカータンパク質なんですが、これがですね、視床筋の先の方でですね、どのように動いていくのかというのを見ています。実際に微小管と一緒にですね、先の方まで行って、極性マーカータンパク質がですね、移動しているというところをですね、著者らは示しています。で、これまでですね、示されていたところはですね、こういった超解像の顕微鏡を使うことによって明らかになると。でこれは、重ね合わせた、結果になっていますが、このようなですね、ムービー画像をですね、撮って、これまでの言われていた知見と、一致する結果だということを主張しています。ただし多色の超解像イメージも可能になっていますので、そういった対象においては非常に有効かと思います。でちょっと時間も迫ってきていますので、最後にステッドと、これは誘導放出抑制法ということなんですが、これは実は、誘導させてですね、強引にというか、レーザー発信で蛍光を出す方法なんですけれども、それは原理を置いておきまして、非常に XY 軸方面の解像度を出すことができるんですが、 Z 軸方向の解像度は実はこの原理で上がりません。ですので XY の平面方向の解像度を得たい場合というのは非常に有効な方法になります。で、これがですね、ですので、2次元の、イメージングというのに得意なわけです。 3D するのは意味がないということなんですが、最後お示しするのは、これはですね、NKT 細胞とですね、免疫のこの、表現系の提示細胞ですね、 APC ですね、これとのインタラクションを見たもので、実際にこのインタラクションが重要なわけですが、サイトカラシン D という薬剤を入れるとそれが阻害されるということで、実際にこのインタラクションの阻害というところで関連するのがですね、こちらのですね、CD タンパクと実はレセプターというのが同定されているんですが、これがサイトカラシン D を入れることによってどう動きが変わるのかというのを見ています。でまさにこの図をですね、上から表面を、2次元で見た結果なんですが、これもタンパク質レベルを見てるんですけども、これはですね、サイトカラシン D がない場合ですけども、この赤と緑が先ほど紹介いたしました、まさにこの部分の分子になります。で量子ドットというですね、非常に蛍光の強いものを2つつけまして2色つけておりまして、この距離感を見ているわけですが、実際に非常に活動的な場合というのはですね、ここがどんどん離れていくんですが、サイトカラシン D を入れると、くっついたままでですね、
阻害されるということなんですが、サイトカラシン D がないとですね、このように非常に自由に動いているということが分かりますが、入れるとですね、まさにこれが全然、ひっついたままで離れていかないと、まあ、そういったものをですね、なんとか捉えたという結果かと思いまして、これがこれもプロナスですねに乗ったということで、まさにこれは2016年の最新の結果かと思いますが、こういったものにですね、こういった超解像顕微鏡というのは使われてきておりまして、我々自身もですね、今まさにもう一回使っておりまして、新しい結果を出していきたいというふうに思っています。で、こういったですね、Z 軸方向の解像度いらないという場合には有効かと思います。1枚の画像取得時間は SIM よりは少し時間かかりますが、ステッドほど、パルムほどではないということになっています。ちょっと以上駆け足でご紹介いたしましたが、超解像顕微鏡、名古屋大学我々の研究室すべて、今国内世界で開発されているものを持っておりますので、皆さんの何らかのお力添えにはなられるかと思いますし、これを使った革新的なですね、生命科学研究の幕開けをぜひ名古屋大学から進めたいと思いますので、ぜひご相談いただければいいかと思います。今日はありがとうございました。